SDKFZ10 は第二次世界大戦中、ドイツ軍で広く使われたハーフトラック形式の牽引車である。牽引能力は1トンで、ドイツのハーフトラックの中では最も小型の車両であった。SDKFZ10 は1932年にドイツの兵器局第6課が核メーカーに指示した軍用搬送機車の開発要求に従って、 開発された。一連の開発要求のうち、最小の1トンハーフトラックの開発を受けたのは、デマーク社で、同社は、最初の原型車両を1934年に作り上げた。その後、数種の試作車両を経て、1937年の D6 型である程度の完成を見たが、主猟産型となったのは、次のデマーク D7 型である。これに、 SDKFZ10 の正式名称が与えられ、1938年、もしくは1939年から1944年まで生産された。生産数は約2万5千両とされるが、この数字には本社をもとに開発された、軽装工兵員輸送車 SDKFZ250 用の短型シャーシ7500両分が含まれる。これは、 対戦中にドイツで生産された車両の中でも最も多いものの一つである。生産はデマーク車のほか、アドラー、ビューシング、ナグ、ザウラー、マシニッシェ、ベルケ・コットブス、NMH でも行われた。SDKFZ10 の主要とは、フラック30対空機関砲や7.5センチメートル、レック18系風標砲、またその後採用された、 フラック38対空気管砲や 5cm、パック38対戦車砲、28、32cm、ネーベルベルファー41などの比較的小型の砲、及びその弾薬トレーラーの牽引であった。また、本社は2名の乗員の他に6名の兵員用の座席を備えていた。SDKFZ10 の車体を利用して何種かの派生型が製作された。 特殊車両番号 s d k f z 1 1はガス探知車 s d k f z 1 2はガス中和剤散布車 s d k f z 1 3は噴霧器搭載ガス中和剤散布車に割り当てられているがこれらは試作かあるいは極少数の生産のみであったと思われるなお s d k f z 1 2の形式番号は あとに 15cm ネーベルベルファー41の牽引型に当てられている。1944年、東部戦線における 2cm 降車砲搭載1トン牽引車。ありがとうございます。